ご視聴ありがとうございます。今回はもう何も面白みのないただの着弾報告だけです。もう本当よかったらでいいので見ていてください。すいません、開けないです。もう無理です。もうなんなんって感じじゃないですかね。もう全然私だけじゃないと思います。てか私が買ってないフィギュアももうたくさん到着してみたいですね。ここ最近のフィギュア到着ラッシュがやばいんですよ。でしかもここ最近ちゃんと開封動画もやってるんですけどね。ここにあるフォーミダブルですとか、あとミートスさんの眠れる森の美女、スピリテールのお茶子、この合間にですよ、今日までにですね、もう家が埋まります。届きすぎ、集中しすぎです。とりあえず段ボールだけ開けますね。はい、でまずこれですね、ことぶき屋さんの盾の勇者フィーロで、こちら POP プレイバックトラファルガーローで、これがですね、興味本位で買ってしまった、ヒロアカロディ。なんかこれユニクリさんらしいですね。記載してほしいですよね。で、これがメガハウスさん、プレシャスカカシ先生ですね。で、同じくこれがメガハウスナルトギャルズテンテンです。で、あとですね、これ。半額だったので、2つ目買っちゃったんです。ホットトイズのアイアンパトリオット。ペイペイ使うと3万切るんですよね。これ定価6万5千円ですからね。もう意味わからない安さです。で、同じくホットトイズのロキです。もういつ買ったか覚えてないです。なんか顔もなんともっぽいらしいですね。ドラマ版待ちかもです。で、最後が、こちら渋スクさんの乙骨です。で、私買わなかったんですが、ネオンエミリアも届いたみたいですね。欲しかったです。はい。ということで、一応以上となるんですが、で、あとですね、多分明日、アルターさんの FGO 紫式部も届く予定です。で、多分それで今年は終わりだと思います。はい。で、この動画が多分12月29投稿になると思うんですが、もう開封年内無理そうです。ほんとすいません。年末に買ってよかったランキングとかも出したかったんですが、これだけ届くともう間に合わねえよってなってます。ですので、ここにある分はもう来年分にしようと思います。で、この数さすがに一気に全部開封動画っていうのもきついので、まあご興味ありそうなものから徐々に投稿できたらなと思ってます。で、まだ展示動画とかのストックも超あるんですよ。そんなわけでネタには困らないんですが、ちょっとペースが全然追いつかないです。でも頑張って、でも無理しない程度でこれからも続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今回はもうただの着弾報告でした。さようなら。